がこの左のサイドから一旦戻って、縦に上がった、クロスを入れていく、おー、ビクトル、これはファインセーブですね。そうですね、もうロックショータイミングがヘディング、チャンス、ドロップ奪ってチャンスだ、2対1、レッドロップどうする、シュート打っていった、岡本ワンタッチ、セイダー岡本、レッドロペスのシュート、決定的なシーンを岡本が救いました。サイドへ島口、クロス、中央へ逃げて、クロス触ったキーパー吉水、まだ塚川のヘディングタイミングのドンピシャ、中にはレッドロペスの対応がいる、さあセットチャンスになる。